中国がアメリカの中間選挙に介入しているてめえこの野郎。まもなく投開票される沖縄県知事選挙、当初はですね、圧倒的な知名度を誇る玉城デニーさんの圧勝、優勢が伝えられておりました。ところがですね、政府与党はじめとするですね、簡単に言うとオール沖縄ではない、もう少し言うと反安倍、安倍のバーカではない側のですね、必死の票の掘り起こし、巻き返しによって互角のレベルまで追いついたそうです。追い上げたそうです。この動画を撮影している9月28日現在、本当の接戦で投票箱の蓋を開けるまで結果がわからないと言われております。沖縄県知事選挙ですから、選挙結果はどちらになっても沖縄県の民意、最大限敬意を払い尊重すべきと私は考えます。そんな中、こちら側からとても応援されている玉城デニーさんがですね、県知事になると中国に侵略されてしまう、中国に支配されてしまうぞというデマがですね、出回っていると、こちらの方が必死にそんなことないよとネット上で大騒ぎしております。もちろん玉城デニーさんが仮に当選したとして、はい、翌日から中国になりますよってことはありえません、ありえませんが、状況証拠を見ていくと、中国にとても優しく親しい県政になる疑惑はではなく可能性がとても高いわけですよ。言わずと知れた玉城デニーさんは翁長雄志前知事の後継を謳っています。翁長雄志さんといえば、中国の福建省福州市の名誉市民の称号をいただき、中国の観光船が着くところの船着き場にですね、竜中ってこの竜のドラゴン、これ中国の皇帝を歓迎するためのこの門柱だと言われている、これを立ててですね、ウェルカム中国様ってこうこんなものを立てていた。そして玉城デニーさんの親便、親便といえば小沢一郎先生といえば、あの悪夢のような民主党政権、民主党に政権が移った直後、483名、もう約500人というですね、大人数で中国にご挨拶に行った。小沢訪中団が記憶に新しい。で、この時、小沢さんは人民解放軍の野戦司令官だとかね、言ったとか言わないとか。今の中国のトップの習近平さんが副主席の時に日本にやってきましたとさ、その時天皇陛下にどうしても会わせろよって言うんで、無理を通して道理を引っ込めたのはこの小沢一郎さんと言われている。こうした玉城デニーさんの人間関係に加えて、かつ以前の動画でも指摘しましたが、玉城デニーさんは今中国なんかとね、仲良くしようとしている時に基地とかね置いちゃうと裏切り行為にあたるということで、どうやら離島防衛とか、本島も含めてですね、基地に関してはなんかね、やらないのかな、どけちゃうのかな、揉めちゃうのかなという疑惑が深まっている。今沖縄でしっかりとした基地なり防衛体制を整えなくて喜ぶのは、今 YouTube で批判してはいけないあの国、中国ですね、中国が喜ぶこと、こういった状況証拠を見ていくと、この人が沖縄県知事になった時に喜ぶのはどこの国か、県民が喜ぶのはもちろん構いません、沖縄県民が玉城知事誕生を喜ぶのは良いのですが、玉城沖縄県知事が誕生してシェイシェイとばかりに喜ぶ国がどこかにあるんじゃないかなという疑惑がね、もうブワーッと膨らんでいる状態。今基地を置いたり防衛をしたりするのが裏切りに当たるとか失礼に当たるっていうのは、自分家の周りで空き巣が流行っているのに、セコムもしなければ鍵もかけずに番犬も置かない、もう盗まれ放題、よそ者の足立区民ながら心配になってしまいます。今現在も尖閣諸島には中国の事実上の軍艦が毎日連日ニーハオってやってきてるわけですよ。なのに沖縄の琉球新報は社説で、中国の人民解放軍の将校さんが仲良くしましょうねって去年の4月に書いた論文を引っ張り出してきて、ほら仲良くするさーみたいな社説を書いています。まるで沖縄県知事選ラストスパートの最中、
中国様がそんなことするわけないさーとね、言わんかのごとく。そんな折も折、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、中国がアメリカの中間選挙に介入している、たらこの野郎みたいな、みたいな、ざっくりと言うとみたいなことを言って物議を醸しております。なぜか地上波テレビはこのことほぼほぼ触れておりませんが、新聞なんかはね、さすがに触れずにいられないので報じています。どういうことかというと、アイオワ州のデモインレジスターという地元紙にですね、チャイナウォッチという中国の候補紙がこう織り込まれていた、織り込まれた、配られていた。このアイオワ州というのは大豆とかトウモロコシの産地で、大豆トウモロコシといえば、この米中貿易戦争でアメリカが関税をかけたんで、中国は仕返ししてやるってかけたもの。なんでアイオワ州の農家からすると、関税かけられちゃって困っちゃってるなっていうところに、中国がトランプさんに対するネガティブキャンペーンをやって政権に打撃を与えようとしているとトランプさんは見て、猛批判を加えております。この批判に対して中国政府は、そんなことやってません、我々はよその国に内政干渉することなんてありません、なんつっててね、よく言うよって話。まあね、我が国なんてどれだけ内政干渉されているか。さらには2018年、まあ、つまり今年ですね、今年の1月行われたカンボジアの総選挙、ここにですね、サイバー攻撃かけているっていう、もうこれ疑惑がズブ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 ブブブブブブって広まってるわけですよ。サイバー攻撃といえば、アメリカはロシア疑惑、ロシアゲートっていうのがあってですね、ロシアからアメリカ選挙戦への関与と言われておりますが、もはや言論空間、サイバー空間というのは国防の最前線と言われております。ハッキングとかそういったものだけではなく、世論戦、宣伝戦においての最前線という現実を見たときに、この琉球新報の社説、中国様は平和を望んでいるんだよと、中国に支配されることなんかないよってね、言わんかのこの社説というのは、なんだかね、陰謀論めいた話になりますが、情報戦を仕掛けられているのではないかなという疑惑が、またまたズブ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 ズ、ね、今 YouTube で批判をするとされちゃうかもしれない中国で、さらには Twitter の方も言葉狩りを始めようとしたりとか、とりわけ中国で言うと Facebook はですね、中国に批判的なことを言うと、なんかいろいろとね、停止されちゃうとかいう噂がある。いずれにしろ、今我々がいるこの世界、我々が生きているこの時代というのは、常に情報戦の渦中にいる、渦中にあると思い知らされる今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。